こんにちは、ドラマーの田中亮です。ということで、本日はですね、なんか変な画角なんですけど、ちょっとね、この喋りながら手元も見せたいなと、練習パッドの手元も見せたいなと思うことで、こんな画角になってるんですけど、ちょっと画角もね、探り探りな状態でやっております。というわけで、本日のお題がですね、お家でできる効果的な練習法というのをまたやってみたいと思います。亮田中はい、このチャンネルではですね、ドラムに関する知識や情報というものを発信しておりますので、もしよかったらいいねとかチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。というわけでですね、本日のお題がですね、お家でできる効果的な練習法ということで、前回ですね、お家でできるって言って何やったかっていうと、まあ、24にメトロノーム聞くっていうやつをやったんで、もしよかったらそちらの動画もチェックしていただけると嬉しいんですけど、今回はですね、まあ、王道というか、前回あえて外した、この練習パッドによる練習ですね。まあ、お家の練習といえばこれが王道かなと、まあ、個人的には思うし、まあ、お家じゃなくても、ライブ前の楽屋とかでウォームアップとしてやるにもすごくいいやつなので、これは本当に覚えておくといいかなと思います。で、それが、まあ、もったいぶらずにどういうものかと、早速、行ってみようと思いますが、じゃじゃん。こういう感じになっております。ちょっと、椅子に座ります結局座るんかいっていうね、座ります。でですね、もともとはサイモン・フィリップスが説明してた、紹介してたやつで、サイモン・フィリップスもすごい頻繁によく紹介してるやつなんですね。で、それをちょっと僕なりにアレンジを若干変えたものです。で、何をやるかというとですね、シングルストローク、ダブルストローク、トリプルストロークで4つは4つ打ちを全部組み合わせて順番に叩いていくっていうやつで、これをやると、まあ、右始まり左始まりもできるし、その4つのストロークをまんべんなく練習することができるっていうメソッドになっております。でですね、もう割とシンプルなんです。まず最初、右左で16分音符で打っていきますね。で、こうちょっとこれずっと全部 LR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 L 書いていくとごちゃごちゃして見にくいんで、もうこの波線で省略してます。で、1小節ですね、1,2,3,4、 ここまでシングルストロークできたら、ここからダブルになります。右右左左右右左左、ここも省略してますけど、ここまで1小節やります。そしたらここから若干ね、トリッキーになるんですよ。これ3打、3つ打ちやるんですけど、音符は16分音符のまんまなんですね。なので、3 against 4 っていうやつで、1拍半フレーズになるんですね。そうすると、右、で、左っていうのが1拍目。2拍目が、左、右。で、3拍目、右、左。で、ここで一周してきたわけですね。で、右手に戻ると。で、ここで、4打打ち、4つ打ちになります。右って言って、最後の小節にここから入ります。そうすると4つ打ちを左手からスタートするんですね。これ左で右同じ左右と言って、今度は左手からスタートして同じことをやるっていう感じなんですね。でですね、サイモン・フィリップスの場合はこれがまたちょっと違いまして、何が違うかというと、ここなんですね。3小節目の4拍目、3打3つ打ちを1周終わったところで、僕は4つ打ちに切り替えてるんですけど、サイモンはここね、ほんとへそ曲がりのことをやってて、こうさらにこう右手で3つ打ちを1回入れるんですよ。して16分の最後の音符をスタート地点にして4つ打ちを始めるんですね、ここからなので4つ打ちが4123っていう感じの4つが一塊なんですよ。で、左右で最後余るんで、最後左を入れて帳尻合わせをするっていう、これね、結構トリッキーで個人的にはですね、これなんかこうトリッキーなフレーズ練習というよりも、単純にこうウォームアップとか手の動きのための練習にしたかったんで、シンプルな方がいいなと思って、ここをサイモンバージョンから僕のバージョンに切り替えて、こっから4つ打ちが素直にスタートするっていう感じにしてあります。じゃあ早速ですね、これをゆっくりやってみましょう。で、まあ基本的にゆっくりでいいんで、こんなのって言ったらダメ、こんなのって言葉が悪いなこれ早くやるための練習ではないので、でやるときにサイモンも言ってるんですけど、気をつけるべきポイントは、
全ての音が同じに聞こえるように、これ手順が右左とか右右左左とか右右右左左左って変わってるんですけど、全くこう目で見ずに音だけ聞いたらずっとタタ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 ってこう全部同じ片手で同じ音量で同じ雰囲気の同じ音色が聞こえてくるように、まあ実際にはそんなこと不可能なんですけど、絶対に不可能だけど、絶対に不可能なところを目標にしておけばそこに近づくにつれてどん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 こう精度が高まるっていう考え方なので、基本的には全て同じ音が聞こえるように手順を変えても同じ音が流れているようにやるっていうのが一つの大事なポイントですね。そのためにはスティックの高さを揃えるとか、高さがこう1段の時こうなのに2段の時にとかなってると音がやっぱ変わっちゃうじゃないですか。それをしないように常に同じでやるっていうのがポイントです。じゃあやってみましょう。たらどれくらいがいいかな、タカ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 、これくらいかな、ワンツーサン、はい、タカ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 で、左じゃない、ダブルサンダ、ワンツースリーで左スタート、ワンツースリーフォー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 、ワンというのでこれで一周やったことになるんですね。でこれを若干こう慣れてきたらテンポを上げたいとか、最初スタート始めの時はもっとゆっくりやったりとか、例えばワンみたいにやったりとか、ワン、ツー、スリー、フォー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 、ワン、みたいな感じで、まあいろんなテンポでやったりとか、これ、まあ速くなってくると、あんまりこう強く叩きながら速く、とか、結構しんどかったりするんで、あんまりそこまではやんなくてもいいかなとは思うんですけど、特にウォームアップの場合は、本当軽い感じで、こんな感じでやるのがいいかなと思います。これ本当ですね、ものすごくなんかウォームアップにもいいし、これやってるだけで手がすごくよく動くようになると思います。で、やっぱりドラムって始めてしばらくの時はこの2打、2つ打ちですね、これってすごくこう難関になるかなと思うんですけど、この練習に関してはまあそれ2つ打ちを使ってもいいんですけど、2つ打ちが難しかったら単純にシングルストロークを2回と、シングルストローク3回、4回みたいな感じでやってもこれ全然問題ないので、そうやってやってると、まあ、手の動きも滑らかになってくるし、やってるうちにあれなんかこれ2打なんか打ちやすくなってきたなみたいな感じで、なんか いつの間にかダブルストロークが得意になっている可能性もあったりするので、これ本当おすすめですのでですね、まあ、お家で練習パッド、まあ、生のドラムなかなか叩けないとか、そういうことあるかと思いますので、練習パッドを叩けるときにはですね、これをやってみるとすごくいいかなと思います。というわけで本日はですね、お家でできる効果的な練習法、練習パッド編ということでお送りしました。以上、田中亮でした。